はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保並木金田ロッキーです。さて、本日はですね、9月26日から10月2日までの皆様の誕生月別占い、はい、このタロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案をこちらの和尚禅タロットカードで出していきたいと思います。早いですね、9月ですね、言うてたんがもうね、10月になってしまいまして、残り3ヶ月でございます。悔いのない3ヶ月過ごしていきたいんですけれどもね、秋になってまいりまして、もうね、秋の風物詩台風なんかも毎週ぐらい来てますけれどもね、はい、もう被害はもう最小限で、収まってほしいんですけれども、はい、体調皆さんね、崩さないようにしっかり食べて、しっかり運動して、しっかりお休みしていただきたいと思います。はい、では早速占わせていただきます。ではこちらの方のタロットカードで運勢そのものを出してまいります。はい、ではこの出た目に対する提案をこちらの方の和尚禅タロットカードで出していきます。はい、すべてで揃いました。解説していきます。はい、1月生まれの方、ジャスティス、正義のカードの聖地とエクスペリエンシング、経験のカードが出ております。見ての通りバランス取れております。ただね、過去に経験したことを元に、その経験があなたにとっていい影響を及ぼすように、経験、実際の、この起こること現実、はい、このバランス取れるように、それをきちっと経験を生かして結果につなげていって、このバランスを取る、はい、あるいは今やってることを未来につなげる、はい、経験と実際のこのね、世の中現実のバランスね、それしっかり考えていったらいい方向に動くと思います。はい、2月生まれの方、女帝のカードの聖地とトラベリングのカードが出ております。お金大丈夫、充実する、トラベリングね、まあどっかに意見も含まれるんですけれども、新しい方に動き出すとかね、まあうまくいってますので、いい方向に、まあちょっとこれどうかな思うことでもね、見切り発進でもいいと思いますので、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる、いろんなことわかると思いますのでね、はい、この方針でいこうかな、こういうのやってみようかな、やってみてください。うまくいくと思いますので、で、ただこう見えてきたことに対してね、アクションを起こしていけばいいと思います。はい、3月生まれの方、節制のカードの逆位置とパティシペーション、参加のカードが出ております。これちょっと、まあ、バランス取れてない、やらなあかんことに対しての現実みたいなことなんですけれども、ちょっとしんどい目しているのかもわかんないので、新しい方法をね考えてみる、うん、そうやっていけばいいと思いますので、押してダメなら引いてみるでもねいいですし、そういう方針でもいいですし、ちょっと新しい方法、新しい人との関わり、やってみたら、前に出ていくことによって、こう今までバランス取れてない自分自身もちょっとどうしていいかわからなかったことがうまくいくみたいになりますからね、ちょっと行動範囲を広げてみてください。はい、4月生まれの方、世界のカードの聖地とポリティクス、政治のカードが出ております。政治のカードというか、まあ表向きだけでごまかさないでください、二枚舌にならないでくださいっていう、意味になるんですけれども、外にはどんどん出ていけてる、新しいことが起こって、こう今までやってなかったことに対して、
こうね、新しいことも起こって外にどんどん目を向けることができている、行動範囲が広がる、広がった結果ちょっとなんか欲が出て、ごまかしたろうとかね、そういうふうにしたらダメですよ。誠実にあなたのまっすぐな気持ち伝えていった方がいいですよってことですのでね、はい。なんか、政治力でごまかそうとしたりね、うん、なんかちょろまかそう、ごまかそうと、せずに、きちっと実力はあると思いますので、そういうのを見せていけばいいと思いますのでね、はい、そんな気持ちで、まっすぐ進んでいってください。はい、5月生まれの方、スターのカードの聖地とインテンシティ強さのカードが出ております。まあ希望は見えてくる、いろいろうまくいきます。ただもう強い気持ちで進んでいかないといけないってカードですのでね、弱さを見せない、ガンガンちょっと、頑張っていくぞ、この希望が見えてることをもっと現実化しないといけないのでね、結果を出さないといけないので強い気持ちで進んでいきましょう。はい、7月生まれの方、忍者のカードの聖地とマインドのカードが出ております。これね、ちょっといろいろなこと、時間かけて頭の中のことを整理して、今ちょっと一歩退いて頭の中のことを整理して、実際これがやれるのか、ごちゃごちゃしてたらね、結果も得られませんので、いろんな人と絡みすぎてる、いろんなことをやりすぎてる、はい、そういうのを整理していく時期やと思いますので、ちょっと一歩退く、あるいはちょっとお休みする、時間かけて、精査してみる、はい、そういう1週間にしてください。はい、7月生まれの方、太陽三三のカードとアロンネス孤独のカードが出ております。うまくいってる中の孤独感感じてんのかもわかんないですけれども、これあなたが思ってるほどそんなんじゃないと思いますのでね、なんかないものねだりしてるだけなのかもわかんないですし、隣の芝生が青く見えてるだけなのかもわかんないですし、うまくいってると思いますので、はい、そこの部分楽しんでいただいて、見を取れるようにしてね、しっかり、ビジネス、恋愛、現実的に、いい結果につなげていけるようにね、動いていけばいいと思いますので、あんまりたくさんのも、絡んでもしょうがないんでね、うまくいってるのでちょっと考えすぎないようにしてください。8月生まれの方、月のカードの聖地とザ・クリエイターのカード、創造者のカードが出ております。ちょっと暗い感じもする、落ち着いてちょっとね、あんまりあたふたしないでくださいね、一歩立ち止まって、ちょっといろいろ方法を考えてみてください。クリエイト、想像する、ちょっと突拍子もないことかなと思っても試してみるとかね、いろいろちょっと、人の意見借りてもいいですし、もろもろ考えてみて、ちょっと難しいかな、ちょっと突拍子もないかな、思うことでも試してみる価値はあると思いますのでね、はい、そんな感じで立ち止まって新しい方法、このね、自分で想像してちょっとどうやろう思うことでも試してみる価値はあると思います。頑張ってください。はい、9月生まれの方、運命の歯車の聖地とクリンギングトゥザパース、過去への執着のカードが出ております。歯車は回っておりますが、過去の行いをいい方向に、導いていって、いい風に考えて、経験をいい風に考えて、考えて生かしていって、歯車回ってるならそのままやればいいですし、ちょっとなんか滞ってるんであれば、もう一回過去を、おさらいしてみて、こう引っ張り出してみてね、戻ってみて、ああそういうことか、考えてみたら新しい方向性が、思い浮かぶとかね、古きを、温め新しきを知るか、ちょっと難しいかもわかんないです、そういうこともありますね。ちょっと立ち止まってみて、戻ってみて、今までの行いあかんことがあるんであれば、ちょっとそれを修正してみるとかね、はい、そういったことをすることによってさらに飛躍できると思います。
はい、10月生まれの方、デビルのカードの逆位置とターニングインのカードが出ております。これ自分の方に引き寄せる、自分がこうね入っていくとか、前に踏み出すみたいな意味になるんですけれども、これはもう甘えたち切らなあかん、いらん縁を切る、不倫とかしてる人、いらんもん断ち切らないと新しい縁出てこないですよ。占いにも来るんですけども、せっかくいい恋愛を出てんのになんか不倫してるんです、それにこだわっとった新しい、せっかくええ時期、結婚につながるような縁が来るような時期やのに、なんかそんなんしてたらあかんや、せっかくいい縁ミスってしまいますよってことでね、自分も甘え断ち切る、いらんのを断ち切る、やってみて結果の出てないことはもうここでスパーンと切るのもいいかもわかんないですしね。はい、はい、11月生まれの方、吊り下げられた男の逆位置とレイズネスのカードが出ております。やっと立ち上がれるので、立ち上がれるとはいえ、前には進んでいかないといけないんで、今まで寝とったからというか、今までちょっと立ち止まってたから、あもう前に出ていくのしんどいな、じゃダメですよ。はい、自分で自分の尻叩いて、誰かが叩いてくれたらもいいんですけれどもね。要ね、なんかこの動くタイミングっていう時に俺んとこ来るわ、みんな。うん、ほんで、やっぱり言われにくんねやろな。うん、どうしていいかわからん。後押しされたい人とかね、なんかそういうタイミングでみんな来ますね。はい。俺はもうとにかくやれと言いますけれどもね。はい。そんな感じで立ち上がれるので、そこで立ち上がって進んでいかなきゃいけないので、はい。自分で、自分の足で進んでいかないといけないのでね。それはもう自分に言い聞かせて、自分で自分の尻叩いて頑張りましょう。12月生まれの方、ジャッジメント審判のカードの聖地とインナーボイス、内なる声のカードが出ております。復活、モチベーション上がる、はい、復活、ここからこうさらにこう復活できていい方には行くので、現実としてやっぱ結果につなげないといけないのでね、内なる声に従ってください。どうしたいのか、まずそこが一番大事なので、どうしたいか分かったらそれに向かって動いていく、運にも助けられると思いますけれども、自分でやらなきゃいけないこといっぱいありますからね。はい、そんな感じで内なる声に正直に従って前に進んでいきましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。10月1週目、あっという間に今年終わってしまいますので、悔いのないようにしっかり、こう1年を締めくくるための重要な、最後の、ラッシュというかね、その、きっかけ、大事な1ヶ月になると思いますね。ここでスタートダッシュかけて、もうきっちり、結果を残して1年締めくくる、はい、そんな感じでね、10月、進んでいけばいいと思いますので、まず10月の1週目ですね、頑張りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。